カチャンネルのショーです。待ちに待ってましたアプリがまたリリースされました。9月25日、マリオカートがリリースされました。ということで早速やってみたいと思います。デレカチャンネル、それではですね、少しやってたんで早速始めてみたいと思います。いや懐かしいですね、マリオカート。いろいろとですね、ハードの方では出てたと思うんですけど、最後にやったのはスーファミの時ぐらいかな。なので懐かしさに事前登録して待ってました。さあ、まあ、やっていくんですけど、対戦相手はやっぱりこの同じアプリを落とした人たちなので、待ってる人が多かったんじゃないんですかね。 CM もバンバンやってましたからね。発信だ。スタートダッシュなんかやり方わかんない。できるのかな。あ、相手のだ。この野郎。おー、来い。危ない。なんかフラフラしてるな。相手も。またキノコ？あ、フラフラしてる、フラ。よし、バナナで滑った誰か。わあ、前のやつバナナ持ってるし。わあ、無理やり1位になった。危なかった。わあ、楽しい。いや、最後危なかったですね。おお、さあ、あとそうですね、どうしようかな。もう1、2回ちょっと走ってみたいと思います。さあ、それではボーナスチャレンジ、ロケットスタート。そう、ロケットスタートがしたい。どうやってするかがよくわからない。2でタッチして5で離すとロケットスタート。あ、これ練習なんですね。はいはい。あー、なったロケットスタートなりましたよ。オッケー、やり方さえ分かればできるのか。まあ、じゃあこれで勝負したいと思います。さあ、これはチュートリアルかな。ルビーをもらって、ルビーもらっ、もらったルビーで、要はくじ引きですね。さあ、
さあ何が出ますかね。最初のやつだから決まってそうですけどね。発射。マグナムカート、ロケットスタートプラスって書いてある。はあ、はあ、はあですね。いいのか悪いのかわからない。さあ、今日のログインをもらって、さあ、やってみましょう。キノピを、どうしよう。手に入れたロケットスタートを使ってみましょう。えい。さあ、エントリー中。おー、一気に揃うね。いいね。恐竜のコース？ジャングル？あ、そっか、なんかドンキーコングの絵が描いてあったですね。おお、なんか面白そう。あー、ロケットスタートできた。おー、危ない危ない、踏まれる。あー、ぶつ、足にぶつかった。うわうわ、コースが今分かれてたけど、どれが良かったんだろう。あー、すごい。わー、もうなんかあっという間7位に落ちちゃったですね。空飛んで、なんか飛んだ。5位か、追い上げれるかな。おお、ギリギリ1になった。なんだ今最後。びっくりしたわ。最後1位になりました。なんすか、この兵法を使ってたやつが何が起きたんでしょうか。びっくりです。やったー。いやー、ドキドキしますね、これ。うわー、楽しい。結構いるみたいですね。なんだっけ、あのベイビーマリオだっけ、
マリオベイビーですね。ロケットスタート。えい。うまくいきました、ロケットスタートが。次は。よし、誰か後ろのやつに当てたぞ。よし、バナナを置いときました。あー、雷打たれた。あー、アイテム取り損なったし。わー、マジかー。空を飛んで、よし、バナナを放置して、よし、もう一個バナナ置いて、あー、終わった。なんだろう、こっち普通に終わりましたね。何事もなく。あ、なんかランクが上がりました。はい、ということで今回はスマホに9月25日リリースされましたマリオカートの紹介でした。めちゃくちゃ楽しいです。やってない人一緒にやりましょう。これは面白いですよ。ちょっとハマりそうですね。ということで、これに上がって来い。